ルフ場にイノシシが現れました。イノシシが出たのは大分市のゴルフ場で、驚いて転倒した男性が足の骨を折るなど6人が怪我をしました。イノシシが現れたのは大分市にあるゴルフ場、大分富士見カントリークラブです。今日午前9時ごろ、イノシシはプレー中の客やゴルフ場の従業員に次々に突進していきました。この際、60代の男性が驚いて転倒し、足を骨折するなど合わせて6人が怪我をしました。イノシシの出現を聞きつけ、様子を見るためコースに出たゴルフ場の副支配人もイノシシに襲われ怪我をした一人です。イノシシがお客様の方に、向かっていきそうだったので、その間に私が割って入ったような感じになります。近くに来て目が合った瞬間に突進してきた感じです。イノシシはその後走って逃げ去り、ゴルフ場では午前10時に営業を中止しました。イノシシは一体どこからやってきたのでしょうか。ゴルフ場では今朝の点検でコースの周囲に設置されたフェンスが突き破られているのが見つかっており、イノシシはここから入ってきたのではないかと見られています。獣道がないんやな、毎日通るっていうのは。このゴルフ場ではこれまでもイノシシが現れることがあったということですが、怪我人が出たのは初めてで、今後地元の猟友会にパトロールしてもらったり、コースの周辺に罠を仕掛けたりするなど対策を講じることにしました。イノシシが出たのは大分市郊外にあるゴルフ場、近くには住宅団地などもあります。なぜこのゴルフ場にイノシシが出たのでしょうか。宇佐市のアフリカンサファリの獣医師神田岩井さんに聞きました。近年はよくあることだと思いますね。イノシシが、この冬の時期は山に餌が少なくなるので、人里の方は田んぼとか畑、あとはもうゴミとかもあるので餌が多いということですね。イノシシは土の中のミミズを食べることが多いんですよね。ゴルフ場の芝生ってふかふかしてるので、掘りやすいんで、それも平均的にこうまっすぐな土地なので、ゴルフ場にイノシシが出る例はもう過去からずっとあるんですね。イノシシに遭遇したら私たちはどうすればよいんでしょうか。動物って基本逃げるものは追っかけるんですよね。だから走って逃げたりするとそれを追われることもあるので、近くに車があれば車、建物があれば建物に逃げ込んでもらうのが一番です。何かで対抗しようっていうのはもう無理なので、横向きに逃げてもらうのが一番いいんですけど、物陰に隠れるとかするといいと思います。